平海馬投手は人生3度目のゴルフで大叩きして最下位となり、とにかく遠くに飛ばそうと思ったけど、1ホール3回ドライバーを打ったりして。今日は最悪でしたと肩を落とした。ゴルフでは散々だったが、今季は飛躍の1年だった。高卒2年目の今季は7月シーズン終盤には勝ちパターンの一角を担うなど、チームのリーグ連覇に大きく貢献した。初球を武器に各オフに石垣島で自主トレを共にした。マリナーズ吉井大氏に連絡を取り、改めて弟子入りを志願。自分のためになると12月2年続けてお寿司塾の門を叩く平に西口文也投手コーチも、平は一軍で計算できる戦力、しっかりトレーニングしてきてほしいと、平はワクワクします。まだわからないことが多いので勉強したいと、まだ見ぬ異国の地に思いを馳せ、さらなる飛躍を誓っていた。安藤かなみ。